や、ほんと。ちょっとしばらくこのままこもろう。はい、こんにちは、グリードです。副鼻腔炎の方が薬でだいぶ良くなってきたので、前よりは滑舌がいいと思います。なんですがね、あの花粉がね結構来てる感じがしてて、また滑舌が悪くなるかもしれません。もう花粉症もね23年4年ぐらい、まあ、FPS より FPS 歴よりちょっとね長いぐらいなんですけど、去年はねだいぶお医者さんにね自分の体質に合うお薬を選んでもらったので、結構今年は乗り切れる気がしますね。でまたアップデートね、ちょっと目を離した隙に来てるんですけど、スナイパーオンリーとか、あとこの、そうそう、今日これ行くんですよ。新マップがめちゃめちゃ面白いって言われてたから、ちょっと今日はこちら行ってみましょう。新武器の LMG、このタック、ん？あれ？これ新武器だっけ？ちょっと待って。あれ？これ新武器じゃないか。ああ、どうした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 ？今日はこの LMG 使っていきましょう。アタッチメント構成は、一旦こんな感じで。この LMG すごい炎上してたんですよね、ぶっ壊れで。確かでも、もう修正されてたはず。なので、まあ、特に問題ないかなとは思います。それでは、動画へ、レッツゴー。はい、というわけでやっていきましょう。めちゃくちゃ綺麗やん。でな、海外の空港って僕めちゃくちゃ好きなんだよな、なんか。あれ？こんにちは？あれ？大丈夫か？この試合。でもいいね。めっちゃ、すごい。作り込みがいいぞ。マップの。ここは何だろう。強くね？リロード間に合うかな？でこいか。わからんわからんわからん。一旦落ち着こう、一旦落ち着こうか。ウェイウェイウェイ。うわぁ、ちょっととんでもないこと起きてますよ、これ。ナイス。これどこまで行けるんだろう。え、待って、このマップクソ面白いかもしれん。これ、とんでもない紙マップ来たかもしれん。あぶねえ、スナイパーだった。あぶねえ。え？これ B、 ここから見えるんじゃない？見えるよ。え？ちょっと待って、おもろすぎるこのマップ。デザインよし、形よし、パーフェクトやこれ。まあ、僕ね、ここ1、2年でさ、7回、8回ぐらい海外遠征行ってるからさ、まあ、海外の空港めっすごい見てるんだけど、振り込みもパーフェクトですね。空港の雰囲気バッチシ出てるし、小物類もすごいしっかりしてるし、え、これすげえ面白い。プレイしててすごい面白い。ちょっと言葉選びがすごい知能低下してるけど、すごいめちゃくちゃとかそんなことばっか言ってるけど、やばい、あれは怖すぎる。おお、ちょっと UAV 1個ぐらい欲しいな。これ1人かな。1人だね。1人だけ湧いちゃったっぽいかな。これ味方と合わせて前行った方がいいな。そしたらやっぱスナイパーだ。あぶねえ。オッケー、ワンダウン。外周来てるな。オッケー！ MGB 確保！よし！もう、紙マップすぎて、割と余裕やったな。
いや、あ、すごい、外すごい綺麗じゃん。え？外もう実写みたいだね。アルファ取ってる味方。いやー、これはいいマップ来ましたね。これずっとこのルール、限定ルールずっと常設でいいっすよ、これ。この辺はいないか。来週いるな。来週やって。ここ来てないか。来てるよね。いや、まだまだ連携できるよ、これ。お前、ノー！あー、そっち出てくんのか。ブラボー取れた。ここはしごあるのにね、褒めちぎっていこうか。この B の位置もね、取りやすくもあり守りやすくもあるっていう、このオブジェクトの配置が絶妙ですね。1枚来てるね。削って、これフラグだね。弾数まだいっぱいあるからね。で、 B ポにいる。ワンダー、わー、スナイパーか。グレでやられたの。 COD ってさ、この頻度で新マップどんどん追加してくるのほんとすげえと思う。で、ちゃんと作り込まれてるからね、こういう小物ね。RR この空港のね、化粧品ショップね。バーガーショップね。バーガーショップ絶対あるからね。ファーストチェーンはね。ナイス。外のこの雰囲気。ああ、ちょうど飛行機から降りてね。おー、飛行機に乗って朝着きました、みたいな雰囲気が出てますね、これ。すごいいいですね。またアメリカ行きたくなってきたな。今年は出張あるかな、みたいなの。MGB もどっかで出さないとな、これ。ブラボーはやらせません。あはは。え、これ LBG 全然強いじゃんね、まだ。正面いないってことは、こっち側来そうだな。いやー、今の判断良かったね。これ覗いてくんのか。これリス変わったと思う。ってことは？ってことはですよ。こう生きて、こういうこと。で、まだいるはず。ナイスカバー。これお薬打って。弾はまだあるはずだ。うおー、楽しい。しおり楽しいねー、これ。56キルか。まあまあまあ。なんだ？ここね、このさ、階段？なんか一応こう、1階と2階みたいに段差が一応存在してるのが、割とこれバランスいいんだよな。平坦だけど平坦すぎない。ちょっともう何言ってるか自分でもよくわかってない。なんかそれっぽいこと言ってるけど、多分、なんか合ってない気がする。出すか。ありがとう。いや、よかったね、新マップ、一発目。いや、ほんと。ちょっとしばらくこのままこもろ。いやー、おい、いやー、いやー、最高でした。あー、最高です。ちょっと SMG でやってみよう。逃げる。逃げる。中入るんじゃない？ 2 枚はこれでとりあえず取れてんのかな？よし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 。後ろ来た。まだそこ来そうだな。フラグ入れて。あー、どっから来た？バーガー前は取れてます。いい子やって。ちょっとこう、さっきと違って。SMG だから、どんどん前を押してみようか。わお。わお。これ左押したらどうなるんだろう。
どんどん行ってみようか。でもさすがに今の2キルでバレてると思うから位置を変えるんですよ、こういう時はね。でキルして、今のはスライディング打ちの方が良かったです。はい、あ楽しい、あ楽しい結局キルができてれば楽しいんだよ。いやでもこれもマジで楽しいな、どうしよう。いやこれどの武器も戦いやすいな、めちゃくちゃ。あれこの辺赤点あったけど大丈夫かな。これリス変わってんな多分。ただね屋根が多くて、屋根が多くてね、どうしてもカウンター UAV が落としにくいのちょっと好きじゃないな。あ、うまいよ今の。うまいよ。この武器強ないか？この武器強ないか？それ裏取りしたいな。危ない。いや楽しい、これマジで楽しいっぽ。どうしようどうしようって。いやいいぞこれ、マジでいいぞ。想像以上にいいぞ。プレイすればするほどいいぞこのアップ。C 取っちゃうか。アルファ来たか。空爆が当たらないのかな、あんまり。それはあるかもしれんな。ワンショー。ナイス。アンタック。アドバンスを出して。僕の V トール落としてんな。音入れ中確認。削って。その角いるね。こうやって。これ B を助け立ちして。それお家の中いるな。うわーもうミスった。今いた。こっちやって、こうやって。なんかそこいなかった。よしスタート。いいわ取れてる。脇がほんと分かりやすいから、いいね、これ。もうあとこっち左でしょ、多分。どこまで押したら湧かないかっていうのがよく分からないけどね。ナイス。回収来てる。こうやって、指で確認。うん。まだ正面だね。これまだ来るね。このくぼみいいね。ごめん、ちょっと立ち割りやすい。あ、しかもこれ登れるんじゃない？あ、登れないんだ、さすがに。はぁ、いいフラグです。で、ここも頭足使えるもんね。なるほど、なるほど。何の爆発？あ、フラグか。ブラボー来ちゃったか？間に合うかな？もう後ろはいない、いないと信じよう。敵もカウンター出てるっぽいな、なんか。削ったよ。正面、上もいんのか。上先やろうか。
いる、そこ。かわしいな。いや、ないかばすぎ。いやー、もうなんでここで死ぬ。いやー、カウンター落としたいんだけどなー。わからんって、これ。どれカウンター。偶然、アルファ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 。おー、なにこれ、え、あ、これ荷物運ぶ。ベルトコンベアみたいなやつかな。あ、そうだね。ここはあれだね。普段見れないから楽しいね。バケモンおるやんけ。意外とバレないよね、こういうのね。ちょっと激しすぎないか。これ多分敵もね、カウンター出てるね、これ。なんか最近カウンター多いんだよな、なんだろう。ちょっと困るな。 MGB 出しにくいから出さんといてほしい。やばい、フラグ。いやー、よう生き残った。でも勝てるかな、これ点差的に。B 取らなあかんで。取れるけどこれ2点じゃあかんかな。やべ、取れてねえ、最悪や。味方が取ってくれたかな。敵の同じ武器だからいいでしょ、変なカスタムじゃなければ。いや、うまいね。これどうだ、勝てるのか。これ B どうだろう。なんかフラグ2個来たぞ。でもこっからすぐ B 見れるんだよね。 OKOK、 これはすごいいいところ。これ裏取って、 B は止めるでしょ。ほとんど外周っぽいな。こっから乗って、こっから B を撃てる。敵の B の圧がすごすぎる。いやー、 B が止めきれないな。いやー、厳しいかこれ。厳しいのか、厳しいのかこれ。だから3点取りいかなあかんなこれ。ヒーヒー。あー、これは敵の旗意識すごかったな。まあでも試合自体はめちゃめちゃおもろい。これ100キルあったやん、長引いたら。はい、というわけでお疲れ様でした。個人的にここ数年で一番面白いマップかもしれん。まあこれモダン系か BO 系かで好み分かれるかもしれないけど、ちょっと僕はこれちょっと一番好きかもしれないですね。あんまりね、僕狭いマップ、脳筋マップって好きじゃないんですよね、立ち回れないから。ここはその接敵回数とね、立ち回り力が出るというか、まあ本当いいバランスのマップだから、これ常設常にお願いしたい。よかったら高評価とよろしくお願いします。バイバイ。